一体これは何が行われているのか。海外のゲームクリエイター、なぜかこのタイミングで、続々と任天堂アメリカに呼ばれていることが発覚しておりまして、これはもしかすると、任天堂スイッチ o i 2、こちらに付随する何か重要な事項があるので呼ばれているんじゃないかと、まあそういったことが言われてます。で、この重要な事項というのは、 えー、すなわち、発表のことを指しているんじゃないかと、まあそういったことが予想されてますね。ですので、この任天堂アメリカで、クローズドで収録をされているんじゃないかっていうお話ですね。ただ、明らかに不自然すぎるんですよ。今まで海外のゲームクリエイター、そんななんか n i n アメリカに呼ばれることってなかったので、じゃあなんでこのタイミングで、しかもさ、 一線に呼ばれているのか、謎すぎないかみたいな、明らかにおかしいと、えー、そういったことが指摘されてます。まあ、ここについてはですね、まあ、憶測の域を出ませんけど、ただ、やっぱりニンテンドとしても、ギリギリまで、えー、情報開示は避けたいと、外部への情報開示は避けたいので、なおかつ情報漏えいするリスクも、 えー、極限まで、えー、低減させたいので、えー、ギリギリのこのタイミングで、えー、一気にクリエイターを呼び出しているんじゃないか、っていう予想となってます。あくまでこちらにつきましては予想となっておりますので、えー、あくまでまだ定かではございませんが、ただ少なくともこの時期に続々と呼ばれるっていうのがまずおかしいし、で、かつまぁ、n i n t e Switch 2がまだ未発表の状況なので、 まあ少なくともどこかしらで、まあクリエイターであったりとか、プロモーションの打ち合わせをすることになるかと思いますので、まあそのタイミングが、まそのタイミングが、まあたまたまこの時期になってしまったってだけのお話なのかなと思っており、だからまあこれは完全に状況的には任天堂 t e n d Switch 2ではないかと。まあ今の現行期でもね、何かトピックスがある可能性もワンチャンありますが、ただ状況的にもですね、普通に考えると、 それってないと思うので、まあ、やっぱり任天堂スイッチ Switch 2関連で呼ばれているって考えるのが、まあ最も自然な流れかなと思います。まあそういったところで、リンク先にもですね、リプライに一人招待された人のリポストがあるとか、まあそういったことが書かれていたり、 かつま、ニン堂アメリカの周辺でクリエイターがなんか集まってるみたいな話があったりとか <laughs>、まあ明らかに目撃情報とかもございますので、かつまあ実際に招待されましたっていうクリエイター、これ多分消される気がするんですが、まあそう言ってる方も、そう言ってる方もいたりとかで、まあなかなか盛り上がってきたなと思いました。まあ正直ですね、ここについては、どうなんでしょうかっていうところですが、 ただまあやっぱり可能性は高いのかなまあ今回ですね、任天堂ダイレクトがかなり前倒しで今回放送されまして、なんと初の8月に放送という、まあそういった運びとなりました。これの理由っていうのが9月中にえもしかすると、任天堂スイッチ Switch 2ダイレクト、 まあ次世代機ダイレクトとなるのかね、名称はわかりませんけど、えー、ダイレクトが別途予定されていて、まあ、そのためにちょっと間隔を空けたんじゃないかみたいな、そういった予想がされておりました。そして東京ゲームショウが9月26日以降に控えておりますので、えー、従来であればこの東京ゲームショウの寸前とかに任天堂ダイレクトが放送されること、通例となっておりましたので、まあ、今回はこのタイミングで、 ニンテンドースイッチツ、ま、なしは次世代機、こちらのダイレクトを放送する可能性高いんじゃないかっていうことが言われてますね。だからまあもしかすると、えこれね、極端な話。明日とか明後日に、急遽ダイレクト放送します。みたいな告知がニンテンドーよりやってきてもおかしくないし。でまあ遅くても、 ね来週中にはやってくる可能性が高いかと思いますので、えー、ぜひ皆さん、あくまでこれは予想ではあるので、まああまり期待はしない方が良いかと思いますが、まあ楽しみにしておきましょう。ただ少なくとも任天堂スイッチ2がもし仮に出るとしたら、まあやっぱりどう考えてもこのタイミングですよね。まあこのタイミングなのか、まあそれともですね、 えー、まあ、来月の頭ぐらいになるのか、いずれかかと思いますので、まあ、今ですね、任天堂側も、いつ発表しようかみたいな、まあ、正直任天堂としては、ステータスとして、あとはいつ発表するのか、多分そこのタイミングぐらいかなと思っているので、もう諸々のその準備は終わっていると思うんですよ。まああとは発表とプロモーションのところかと思いますので、まあ、やっぱりそれを考えたときに、 まあ今回任天堂アメリカに続々とクリエイターが呼ばれている。まあ特に有名どころがね、呼ばれまくっているっていうところを鑑みたときに、やっぱ可能性は高いんでしょうね。ただ逆にこのタイミングで呼ばれてるっていうことは、まあ明日あさって、ないしは来週の発表っていうところは現実的には難しいのかな。だからまあ10月の頭ぐらいなんですかね。まあちょっと何とも言えないところではありますが。 まあそういった説がね、今流れていると、まあそういった状況です。ただ一方でこちらの説については、極めて、えー、角度が高いというか、可能性として高いので、まあ、共有させていただいておりますが、えー、ぜひ皆さんこの件について率直にどう思いましたか、ぜひコメント欄で教えてください。ただ一方で海外のゲームクリエイターが今続々と呼ばれておりますが、日本の クリエイターが呼ばれているとか接触しているみたいな情報は今のところは一つも出ておりませんので、まあ単純に漏れてないだけの可能性が高そうではあるんですが、まあ現時点では何とも言えないところではありますよね。まあそういったところで、えー、状況的にはそういったね、えー、ことが今高まっている状況ではあるんですが、ただ果たしてどうなっていくでしょうかっていうところかな。 けど、任天堂アメリカに呼ばれるか、まあ何かしらのプロモーション活動の一環かなとは思っておりますが、ただ日本でも多分同様のことがね、検討されているんじゃないかな。どうなんだろう。ただまあ日本での知名度ってもうすでに高いわけだからさ、ここからなんかクリエイターを呼んで、えー、わざわざ宣伝活動をするみたいな、なんかそれもなんか無駄な感じもするし、なんか日本はノータッチな感じもするけどね、なんかそんなこと言ってしまうと海外も同じなんですが、 まあ、海外でも任天堂の知名度って高いわけだからさ、わざわざやる必要性ってあるのかなっていうところは疑問ではあるんですけど、まあ、そういったところは置いとき、はい。まあ、それぐらいしかね、考えられる、えー、事項がないので、まあ、今回はそのような予想をですね、ネット上でされておりますが、まあ、ここの答えっていうのは、まあ、直近でわかるんじゃないかな。まあ、さっきも言った通り、早ければ、うん、明日、あさって、週明けぐらい、 で、まあ、遅くても10月の頭ぐらいには発表があるのかなと。まあ、そもそもですね、2025年度の頭ぐらいに出るっていう話だったので、まあ、逆算するとやっぱりこのタイミングでそろそろ発表しないと、ちょっといろいろな意味で間に合わないというか、まあ、過去のその、ニンテのハードの発表日から発売までのそのスケジュールとかを見てると、まあ、かなり妥当性が高いのが、まあ、今月の下旬から10月の上旬となっておりますので、 まあ何かイレギュラーがあったりとか、何かその致命的な何かが発生しない限りは、やっぱり順当に行くと発表になるんじゃないかなと思いました。はい、そういったところで今日の動画、この辺りで終わっていきましょうか。まあ今、ソニーもですね、かなり揉めておりまして、まあ様々なね、まあ、不具合であったりとか、まあ予想外の出来事が起こったりとかで、かなり混乱しておりますから、まあ何かしらのイレギュラーが任天堂側でも発生してもおかしくないかと思っておりますので、 まあ、あと懸念する事項としてはそこぐらいなのかなと思いました。はい。まあ、そういったところで一旦動画終わりましょうか。皆さん、この件についてどう思いますかぜひコメント欄で教えてください。ってことはお疲れ様でした。ではまた、バイバイ。